はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、当てはまるとやばい不健康習慣5選ということでですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、これもね、先日ショート動画でですね、配信した内容なんですけども、結構皆さんからですね、たくさんコメントいただきました。本当にありがとうございます。まあ、こちらの方ではですね、もう少し内容を掘り下げてお届けしたいと思うんですけども、何気ない日常の行動がですね、不健康をもたらしている可能性が非常に多いんですよね。結構意外に、あれこれもか、あこれもかみたいなことでですね、気づかれる方が多かったみたいなんで、ぜひですね、この5つの習慣をですね、チェックしてほしいと思います。ではですね、1つ目、スイーツを毎日食べるっていうことですね。まあ、スイーツって甘いものなんですけども、この糖化っていうですね、ものがですね、体の老化を進めてしまうということなんですけども、この砂糖の代謝のためにですね、ビタミンやミネラルをですね、大量に消費されてしまうということなんで、不健康になっていくっていうことなんで、スイーツを毎日食べてる方はですね、2日に1回であったりとか3日に1回とかですね、最終的には食べないのが一番理想なんですけども、月1回のご褒美とかにね、していただけたらいいかなと思います。はい、次ですね、2つ目、食費を安く済ませるっていうことなんですけども、このね、言葉で聞くとですね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけども、安い食品はですね、材料が劣悪な可能性があるということなんですね。あとですね、添加物や化学物質ですね、コスト低減をしているですね、食品ばっかり買ってですね、食べているとですね、どんどん体が悪くなってきますんで、そういったですね、ちょっと安い商品だからいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとですね、パッケージを見てですね、あこれはいいな、これダメだなっていうのをですね、分別してもらえたらいいかなと思います。はい、次ですね、3つ目、牛乳を毎日飲むです。僕もね、中学校ぐらいまで毎日牛乳飲んでたんですけども、実はですね、日本人の9割の人がですね、この乳糖を分解できないらしいですね。下痢や便秘、アレルギーの原因にもなるみたいなんですね。僕もどちらかというとですね、牛乳飲むとちょっとお腹が緩くなったという記憶があるんですけども、まあ僕もですね、こういった仕事をするようになってから一切飲まなくなったんですけども、あとはですね、この改善という物質がですね、腸を傷つけるということなんで、あまり牛乳もね、おすすめできないんで、まあ極力控えてほしいなと思います。はい、次ですね、4つ目、添加物を気にしない方ですね。そういった方もですね、不健康習慣になってしまいますので注意してほしいと思います。添加物をですね、気にせずに食べ過ぎるとですね、必要な栄養素の吸収を邪魔してしまうということなんですね。あとは腸内細菌を殺してしまうということもありますので、なるべくですね、添加物からは避けるようにしてほしいと思います。はい、ラストですね、次5つ目、不調は薬で解決するっていうことなんですけども、薬はね、あくまでも症状を抑えるだけっていうですね、解釈してほしいと思います。で、根本的な原因はですね、まあ、僕たち、あなた自身のですね、生活習慣にあるっていうことだけね、理解していただけたらと思うんですけども、別に薬をゼロにするっていうわけじゃなくてですね、薬に頼りすぎたらダメだよっていうことなんで、こういったですね、5つの習慣をですね、行っていると不健康に、ますます不健康になっていきますんで、ぜひですね、気をつけてほしいと思います。まあ、こういった情報をですね、発信しているとですね、やっぱ知らないから不健康になってしまうということが非常に多いんですよね。なので僕はですね、積極的にこういったですね、健康や美容のですね、情報をお届けしているんですけども、この動画をですね、視聴されている方はですね、ぜひですね、美しく老けていくためにですね、実践してほしいと思います。はい、まあこれでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは血液循環にあります。血液循環が良くなれば、病気や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はこの炭酸生体スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生体スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。また使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。